サウンドトラックである。アメリカでは2007年の11月20日に発売され、日本では少し遅れて2008年2月6日に発売された。演奏は、ギアズ・オブ・ウォーや、ランボー、最後の戦場などの楽曲も担当した、ノースウェスト・シンフォニア。マーティン・オドネルは、ヘイロー、コンバット・エボルブ、ヘイロー2、ヘイロー3など、これまで全てのヘイローシリーズの楽曲を担当した、ミュージックコンポーサーである。これまで、同様、プロデュースは、マーティン・オドネルとマイケル・サルバトーリ。前作、ヘイロー2において、メインテーマ曲が、女性コーラスに変わり、音楽全体もロック要素が加わっていたが、本作、ヘイロー3の、メインテーマは、初代のように再び男性コーラスに戻り、楽曲全体も、オーケストラとピアノ、打楽器を中心としたものになっている。サントラの日本版は、先行バージョンのブックレットを日本語に翻訳したもの。http://www.famitsu.com/game/news/121281124 html。ありがとうございます。